今だ。あれ。うわ。すげえ。けどまだまだ。開始。どんなにひどいと見せてもらってはな。手加減されてんのか？やっぱこのおっちゃんは強え。この人なら。影分身？何の真似だ。あの、試すようなことしてすんません。実は、おっちゃんが父ちゃんのライバルだったって聞いたことがあって、それで、その、お願いがあるんだ。俺を弟子にしてくれ。どうしても倒したい奴がいるんだ。螺旋丸はできるのか？え？それもできないで弟子はないな。簡単だってばさ。この言い合いは、おそらく俺の勝ちだってばよ。ナルト、さっきの勝負、まだわからんぞ。ほら、もう一度だ。分かってんよ。しかし、お前に螺旋丸を教える日が来るとはな。俺に教えを請いに来た時は夢かと思ったぞ。これまあ、俺もやる気が出てきたというか。とにかく今は猛烈に螺旋丸を覚えてんだ。くー、ようやくお前も忍びらしくなってきたってことだな。ボルトがあんなに熱くなるなんて。私も負けてられない。なんだ。あのさ、もしよかったら、その修行をつけてほしいんだけど。修行？うん、ボルトと修行やろうと思ったけど、あんなだし、このハマル先生はボルトにつきっきりだし。この里には他にも頼れる忍びはいるだろう。サラダはあなたに修行をつけてほしいのよ。ママ、せっかく戻ってきてるんだもんね。ついてこい。
いいか、修行といっても今のお前にしてやれるのは実践演習くらいだ。十分。始めるぞ。お願いします。開始。今に攻撃は組み立てが重要だ。今に直接攻撃だけに頼らず、特攻部での牽制も忘れるな。こっち。攻撃が決まったからと安心するな。攻撃後の隙が最も危険だ。敵はそこを狙ってくる。はい。カトン、豪華級の術。こんなところね。己のチャクラ量は常に把握しておけ。チャクラの運が勝負を決する。無駄に使えば勝利は。この手合わせは何よりも大切な一戦になったよ、パパ。お前にはこれで十分だろう。これで終わり？正直なところ、今のお前に教えることはない。お前の強さは俺がよく知っている。でも今はお前より導かねばならない存在がいる。サラダ。そんな顔するな。また今度な。ありがとう、パパ。もはやこの大地に用はない。錦式。はっ。行くぞ。狙いは？かぐやが取り損ねた畜生。狐狩りだ。嘘だろ、これ。あの得得難易度 A ランクの螺旋丸をこの数日で。よっしゃー。なんてやつだ。この浜野先生、サンキューな。これで弟子入りできるってばさ。おう、頑張れよ。驚かせてやる。弟子入り。いた。その目でしっかり見てくれってばさ。随分と小さいな。それでは螺旋丸とはとても言えないが、できていることに
最後まで話を聞かないやつだ。どうしました？なるほど、ひどい話ですね。では、私がいいものをあげましょう。それって…これを使えば、その方に認められるはずですよ。これからは、クールに、スマートに、小さな労力で限りなく大きな成果を導き出す。努力や根性といった言葉はもう時代遅れなんです。若、あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。その師匠気取りの方と七代目にもね。今度こそ認めさせてやるってばさ。どうだ。よくも少ない時間でそこまでできたな。父ちゃんとは違うんだよ、才能が。確かにお前はナルトとは違うようだ。そう思いたくはなかったが。で、どうなんだよ。いいだろう、弟子にしてやる。で、何すんだってばさ。まずはお前の実力を測る。え？でもこの前もやったじゃん。あの時のあれが全力だというのか？全然ちげえし、あの時は本気なんか出してねえし。だからだ、お前の本当の力を見せてみろ。わかったよ。前の俺と今の俺が全然違うこと教えてやる。戦闘開始。生まれ変わった俺の実力を見せてやる。生まれ変わった水
術の数々。この前よか強えだろ俺。俺は本当の力を見せろと言った。だが、これがお前の答えってことだな。どういうことだってばさ。なんだよ。一つ尋ねる。お前はなぜ俺への弟子入りを求めた？なぜって、そりゃ父ちゃんの弱点を教えてもらって、そんで父ちゃんに勝ちてえからだ。うっすらトンカチが。うっすら何？いいだろう。望み通り、これから修行を始める。よっしゃ！ボルト、遅いね。あいつ、今日が中忍試験だってことまさか忘れてんじゃないでしょうね。さすがにそれはありえねえってばさ。あんた、また遅刻。悪い悪い、思った以上に修行が長引いちまってさ。そうや、あんたパパに弟子入りしたらしいじゃない。どうなのよ、その成果は。ま、それは見てのお楽しみってことで。ふーん、随分と自信があるようね。じゃあ、その修行成果を示すためにもさっさと筆記試験をクリアしなきゃね。え？筆記試験ってなんだよ。なの一言も聞いてねえぞ。あるから、書いてあるから、中忍試験の注意書きに。嘘だろ、修行ばかりやってたから筆記試験の対策なんて立ててねえってばさ。噂によると筆記試験は忍界の歴史が出題されるらしいね。まだ開始まで時間もあるし、復習したらどうかな。つうか、普段から忍界の歴史くらい頭に入れときなさいよね。むむむ。ほら、行くよ。トカゲの屋敷の前で木ノ葉丸先生が待ってる。それでは、これより中忍試験、第一次試験を始めます。下忍の皆さんには、10個の問題を出題します。皆さんは、これだと思う正解を選択していってください。すべての問題をクリアすれば、一次試験合格です。よし、やってやる。それでは、第一次試験、開始。あー、これ、なんだっけ。確かこの答えは、これは簡単だってばさ。の問題かよ。この問題、歴史の問題じゃねえぞ。よっしゃ、俺にかかれば楽勝だってばさ。よくやったぞ、お前たち。
筆記試験くらいわけないってばさ。よしよし、その息だ。さて、次は二次試験だが、実は開始まで時間がある。じゃあ、少し休憩できるんですね。休憩でも、次の準備でもよし。とにかく試験に挑む覚悟が固まったら、俺に声をかけろ。はい。中忍試験、第二次試験は旗取り。この葉隠の里全域を使って、各所に設置された旗を集める試験よ。制限時間内に規定数集められれば合格、集められなければ不合格。それじゃあ開始。ガンガン集めるってばさ。この旗を回収していけばいいんだな。分かってると思うけど、時間が勝負よ、この二次試験。そういえば、ゴールデンフラッグというものがあるらしいね。うん、手に入ればかなりの加点がされるらしいけど、そっちに気を散らしすぎて結局手に入らなかったらただの時間の無駄だし。だから基本は普通のやつを集めることに集中して、余裕があればそれも狙うっていきましょう。だね。ゴールデンフラッグ設置。いい？ゴールデンフラッグの出現は制限時間ありよ。制限時間をオーバーすると消えちゃうから注意しなさい。ちなみにゴールデンフラッグの配置場所については4つのヒントを渡すわ。その4つのヒントをもとに素早くフラッグを手に入れなさい。うっしゃ、これでだいぶ稼げたな。サラダ、ちゃんとやってるか？やってるよ。仲間を疑う暇あったら足を動かしなさい。足を。分かってるってばさ。次のゴールデンフラッグはどこでしょう？まだまだ集めるってばさ。フラッグのありかを示すヒントを送るわよ。美月、そっちはどうだ？まあまあかな。そっちはもっちり順調。さすがはボルトだね。次のおかげはやっぱり君が。おかげになるのは私。サラダ、こんな時でもツッコミありがとう。ヒントをもとに迅速にフラッグを手に入れてみなさい。ヒントを送るわね。順調順調。この二次試験でも活躍してるね、君は。俺には目標があるからな。っていうか、お前はどうなんだよ。ちゃんとやってんだろうな。心配せずとも、君の迷惑にならない程度に頑張ってるよ。ゴールデンフラッグを回収するわ。次に期待ね。ボルト。ん？はい、そこまで。試験終了。たちにかかれば楽勝だってばさ。やったな、お前たち。俺らにかかれば当然だってばさ。次はいよいよ第三次試験ね。五掛けが観覧される中で1対1の手合わせが行われるんですよね。その通り。つまりお前たちの一挙手一投足に任界中が注目するってわけだ。ついにここまで来たね。
ボルト。ああ。とりあえず、二次試験までご苦労だった。三次試験は日を改めて行われる。各自、今日はゆっくりと休むように。はい。当日は里の外にある試験会場の前で集合だ。遅刻するなよ。特にボルト。わかってるよ。ただいま。おかえりなさい。あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。誰？父ちゃん。二次試験通ったらしいな。うん。よくやったな。次も頑張れよ。じゃあな。それだけ言いに、わざわざ。大事なことだろ、これって。なんだよ、本当にそれだけのために。親父。じゃあ行ってくるってばさ。頑張ってね、お兄ちゃん。後で応援に行くからね。おう。いよいよだな。よし。遅刻じゃないのね、今日は。この日に遅刻するほどバカじゃねえよ。ボルトが待ちに待った日だもんね。ああ、やってやるってばさ。物おじはしてないようだな。これからは1対1の純粋な勝負となる。お前たちがどこまでいけるか、しっかり見せてもらうからな、これ。はい。もう知っていると思いますが、三次試験は個人戦です。手の内を知っているチームメイトとも戦うことになるでしょう。ですが、その状況すら打破する力、それをここで示してください。ではこれより10人選抜試験第三次試験を始めます。木ノ葉学園
渦巻きボルト。おう、雲隠れユルイ。ウィース。それでは一回戦始め。殿様忍びとかしょぼしょぼだろ。俺が全員ダジっちゃうよ。ダジっちゃう？一網ダジってことだよ。気づいたら危ねえんだよ。何でも省略してんじゃねえ。サスケのおっちゃんとの修行を乗り越えたんだ。こんなやつに負けるわけねえ。結構やるじゃん。ちょっとてめえもな。だめだ。まあ最終的に勝つのは俺だけど。やってる。ド派手にかませば、それだけ父ちゃんが見てくれる。止まれねえ。しっかり見せてやるんだってばさ。悪い、俺の方が雲隠れの忍びをダジっちゃいそうだな。チャライだっけ。ユルイだ。勝者、この破格で渦巻きボルト。それでは次の試合を始めます。対戦者、前へ。おい、ボルト。どうした？試験は終わってないってのに。いや、ちょっと息抜きしようと思ってさ。そうか。まあ確かに試合は緊張するからな。だが、のんびりしすぎるなよ。分かってるってばさ。ではこれより中忍選抜試験第7回戦を始めます。この葉隠れ渦巻きボルト。おう、同じくこの葉隠れ奈良鹿台。両者準備はいいですね。はじめ。戦闘開始。めんどくさがりのお前がここまで勝ち残るとは思わなかったぜ。住人になれなきゃなれねえでいいけど、サボると母ちゃんが怒んだよ。バトルになると強えな。こいつ、やっぱ親が親だって言ったら言い過ぎて。やっかいな奴だ。お前、こんなに強かったっけ。水。いや、強かったことは間違いねえが、なんか、違和感あるんだよな。水。やってる。鹿台には悪いけど、このまま決めさせてもらうぜ。勝負あり。
ちゃん、俺の強さにびっくりしただろ。まいった、ギブアップ。よっしゃ。勝者、木ノ葉隠れ渦巻きボルト。やった、やったってばさ。父ちゃん次もバッチリ勝ってみせるってばさ。どういうことだ。これは…この試験では使用禁止のはずだ。リー、渦巻きボルトは失格だ。勝者は奈良歯科大と訂正してくれ。渦巻きボルト、使用禁止任具の違反により失格。お前は忍者失格だ。行くぞ。今は試験中、説教は後だ。後で説教。父ちゃんに本当にそんな時間があんのかよ。ちゃんと説教されてたら今こんな状況にはなってねえってばさ。そうなんですよ。片付け。ボルト君が優勝できなくて、私も誠に残念ですよ、七代目。本当は優勝してから発表しようと思っていたんですが。お集まりの皆様、このボルト君が使っていた科学忍具、失格にはなりましたが、ここまで彼を導いたのは間違いなく科学忍具あってのもの。片付け。そこで五影様、田里の皆々様に、この素晴らしい科学忍具の みんな逃げろ。大丈夫か。もう一人。てめえら何者だ。でかいやつが大筒木錦式、そしてもう一人が大筒木桃式だ。巻物の暗号が解けたのか。ああ、ついさっきな。奴らについても記されてあった。狙いは分散したチャクラの実、つまりお前の中の美獣。かぐやが残した巻物には奴らがチャクラの実を奪いに来ることが記されていた。かぐやが白舌の兵を集めていたのもそれに対応するため。かぐやといい、その身をどうするんだ。タンを錬成するらしい。さよう、これさえあれば不老長寿、怪力乱心、思うが。睨みつけておるは下等生物の分際で。どうなさいます。衣を汚したくはなかったが、まあいい。
たまには体を動かすのも悪くない。喜べ下等生物ども、我の手により葬られることをな。サスケ。ああ、戦闘力はかなりのものだ。よろくな。輪女神の男、恨み、ここで晴らす。何言わず、意外と執念深いやつだ。甘い。逃げさい。完了だ。遅い。最上の奴らはどうなんだ、ナルト。もうほとんどが逃げ出した。あと少しだけ持たせればいい。行くぞ。行くぞクラバ。カグヤの時みてえに俺とサスケでお前らを止める。俺とサスケ相手にここまで、とんでもねえ奴らだ。すげえ。粘りますな。うん。ならばこうしよう。この苗床をきれいに整え直さねばならんか。キツネ、お前は死ぬな。サスケ、あとを頼む。わかった。行くぞクラバ。なまってねえだろうな。そんなのどうだ。